結城明と申しまして、オリー研究所で取締役 COO を務めております。孤独を解消するということをテーマにした会社になっております。例えば病気の人であったり、外出が困難な人であったり、そういった方々が自分が会いたい人に会えて、行きたいところに行けて、そして社会に参加できる、そういうロボットがメインのプロダクトとなっております。操作をしている人が誰であっても、その人らしさが出るような工夫を凝らしております。今は主にビジネス全般を見ております。もともとは本当にエンジニア以外の何でも屋さんであったんですけれども、この頃は社員も増えてまいりまして、いろいろ分業ができるようになり、主に織姫ビズと織姫アイの2つの事業の監督実施を行っております。一番の理由はリベラルアーツ、1科目に絞らなくていいというところが当時からずっと魅力的でした。本当に理科大好きな高校生として思っていただくことが多いのですが、実はそうではなくって、文学も歴史も大好きでして、そうなった時に理工学部に進みたいかというと、そうではないと。じゃあ歴史の研究者になるかというと、そうでもないと。行った時にリベラルアーツというのが私にとってそれしかないようなほどぴったりした選択肢でした。幅広い、本当に数学、文学、科学、歴史、経済学というのを学べましたので、まだ大学に入ってこれを極めたいというのがなかった私にとってはとてもいい環境でした。織姫の授業というものがまさに分離の区別をしていたらできない職業でもありまして、理科系の知識がなければ技術のことはわからない、ただ会計の知識、経営の知識がなければいざ会社を立ち上げた時に立ち行かなくなる、その2つが学べたからこそ即座に事業を起こしてなんとかかんとかやってこられたのかなと思います。まずいた人のバックグラウンドが違うので、さまざまな視点があって、それが当然になってくる。そして授業の進め方もさまざまな進め方があって、それも当然になってくると、柔軟性はとても上がったと思います。学校の中で会う人たちも本当にもう自分世界一周してきましたみたいな人もいらっしゃったり、ずっとバイトをしながら自分のビジネスでもう稼いでますみたいな人もいらっしゃると、自分も一歩踏み出していいんだなと思えて、実際に織姫を起業するっていう一歩の踏み出し方につながっていったように思います。授業面白かったですね。ディスカッション形式で、いわゆる退屈しない授業、ずっと授業の時間楽しんで過ごすことができたりとか、今まで触れたことのなかった言語の、ラテン語とかの授業であると、これほど言葉は難しいのかとうなりながら勉強をしたりとか、世界にも行こうと思えば行けばいい、日本に留まりたければ留まればいい、これだけ幅広いオプションはあるって、好きなものを取ればいい、そういう大学だと思って入って、まさにその通りしていただいたなと思っています。ICU が提供してくださった UCL の交換留学というのは大きなターニングポイントになっています。 ICU の中でさまざまな先生に教わってもやはり限られてくると、そうすると今度またフィールドを変えて UCL という方に行くと、また違う先生、また違うご経験をされてきた方がいるので、同じことを習うのでもやっぱり違う視点からの話が聞けて面白かったですし、すぐにビジネスモデルなどに落とし込む上で役に立つ知識というのもありました。While you are studying in college, it's a very good time to experience many things. For example, you might be focusing on the clubbing activities, or you may be focusing on the study, or like the entrepreneurship things. But I recommend you to try many things, not to just focusing on one thing. It's a very good time to see which you like to do, what you are interested in.After you graduate, you will be very busy and you won't have a time to try many things. So please use much of the times in college